スカルトバルスです。何が後ろで行われているのか、スカルトバルスはこの度ですね、9月の27に、ニューミニアルバムリンカーネーションが発売になっております。先行発売は9月の22日のワンマンです。ということで、この曲に関してまず、アルバムの内容ですね。でどんな内容か、ヨヘイダレイ、まずドラムから言わせていただくとですね、ああ大変だった大変だったいやもう大変でした。すごい激しくなっております。のほほんのほほんとしたかったね。のほほんできなかった。でもできなかったですね激しい、とにかく、はい、楽しみください。なんか疲れ切ってる。もう疲れましたね。はい、じゃあ王子いったり。7曲入ってます。そうなんです、うん、取り直し3曲ああ、そうです。新曲3曲コラコラコラ、まあ、新人たちにとってますね、全部新曲なんで、まあ、新しいアプローチもあり、素晴らしいミニアルバムになってます。ぜひ聴いてください。はい、じゃあ次ライズ・ウィット・レイ。この前シングルを出しましたけど、今回ね、ミニアルバムがね、出せてよかったですね。そうですね。そのうち何曲お前作った？2曲ほど作った。作らせていただきました。おお、聴いてくれる人にここを聴けと、なんか言ってた。全部美味しいと思いますか？こんな感じ。そう、様式美をね、お城を建ててるんで、ぜひ聞いてください。はい、じゃあオチシアン、まあ、言ったったり、まあ、すごいっすよ。メタルだね。ジャケットからしてメタルだもん。ジャケットからしてメタルで、まあ、メタルを堪能してください。よろしく頼むぜ。はい、それでこのミニアルバムから何を感じ取ってほしいのかとか、ああ何を撒き散らしたいのか撒き散らすのは、まあ、うん、そうですね、まあ、感じ取ってほしいのは、僕ら新しくなっちゃいますね。新生じゃねえや新しいスカーレットバルスを堪能してください。で、何を撒き散らすの？スキャンです。シャビルスを撒き散らすそうです、はい、ということで、このミニアルバム、発売に伴って、全国6都市でですね、1時間転移とか、インストアイベントとかそういった、こともやっていくので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。スカイトバルスでした。